スタートです。えー、聖書を一日章一の時間となりました。今日はこの聖書の、既約聖書の書、有言書の一つであります、アモス書の一章となります。では早速、アモス書の、えー、一章を見ていきます。えーえー、アモス書の一章、えー、いきます。<laughs> えー、アモス書の一章。えー テコ,テコ、テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これは、ユダの王、ウジアの時代、イスラエルの王、イワシの子、ヤロブ・アムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメンの頂きは枯れる。主は構成られる。 ダマスコの犯した3つの粗きの罪、4つの粗きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベン・ハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコのカンヌきを折り、アベンの谷から王座についているものをベテ・エデンから。 をを持っているものを立ち,立ち滅ぼすアラムの民はキルへ捕らえ移されると死は仰せられる死はこうせられるガザの犯した3つの背きの罪4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない彼らがすべての者のを補修の民として捕らえ移しエドムに引き渡したからだ私はガザの城壁に火を送ろう火はその宮殿を焼き尽くす 私はアシュトテから王座についている者を、アシュケロンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペレステ人の残った者を滅ぼすと。神である死は伏せられる。主はこうせられる。つらの犯した三つの染めきの罪、四つの染めきの罪のために私のそ、私はその刑罰を取り消さない。 彼らがすべてのものを星の民としてエドムに引き渡し兄弟のちぎりを覚えていな,い,いなかったからだ。私は鶴の城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。死はこうせられる。エドムの犯した3つの粗きの罪、4つの粗きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない。 怒りつ続けていつまでも激しい怒りを保ってい,るいたからだ。私は手間に火を送る。火はボツらの宮殿を焼き尽くす。死は構成られる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるためにゲルアでの妊婦たちを切り裂いたからだ。 私はラバの城壁に火を放と、えー、火はその宮殿を焼き尽くすこれは戦いの火の時の声とつむじ風の火の暴風のうちに起こる彼らの王はその市長たちとともに補修として、えー、連れて行かれると死は仰せられる <laughs>、えー、感謝いたします、えー、アマス,ス書でしたの一緒でした、えー、この聖書の 御言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書をあなたのもとにマスアート、ま、の聖書一日一章でしたこのマスアートのこのお YouTube チャンネル登録またコメントおいいねボタンとよろしくお願いいたします、えー、また聖書をお学ぶ学びたいお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします、えー、次回のお、えー、聖書一日一章、えー、アマス賞でお会いいたしましょうマスアートでした仕上げですパシャンプルゼンシャロムシャロムシャロム